やれやれ。やるぞ。よし、エルヴィンの到着までうざってる奴らを片付けるぞ。
もしれえ立ちやがった。俺の敵じゃねえよ。救援要請無視はできねえ。おとなしくしてろ。すみません、加勢してください。おとなしくしてろ。ありがとうございます。まだ戦えるならさっさと行け。あの色は助けに行かなきゃ。おとなしくしてろ。了解です。まとめて相手して助かった。俺の敵じゃない。助かった。本体からの補給物資だよ。あんたたちも使って。補給班か。助かる。助かった。予想より巨人が多いな。リヴァイ、補給を怠るなよ。了解だ。ありがとうございます。助かりました。死にたくなければ自制するんだ。まとめて相手して俺の敵じゃない。まとめて相手してる。おとなしくしてろ。山だ。了解です。おとなしくしてろ。おとなしくしてまだ終わりじゃねえ。さすがだなリヴァイ。お前の力なくして人類の勝利はありえん。お前ら腹をくくれ。おとなしくしてろ。面白い暮らしやがって。さすがだな、リヴァイ。お前の力なくして人類の勝利はありえん。礼はいい。これが俺の仕事だ。こんだけやりゃ上も文句は言えねえだ。
生きて帰れりゃ一人前だ。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。待てハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれねえよ。まとめて相手して。おとなしくしろ。
危ない。ハンジ分隊長、危険すぎます。お願いですからやめてください。一体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。あった、邪魔しないでほしいな。またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。救援要請か。どうして無視はできねえ。まとめて相手してやる。あの縁だ、ペドラからだ。設置のための物資を配線で調達中だが、巨人の邪魔だ。手伝い。まだ近くにいるはず。あれか。確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。回収できん。援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。補給班、助かる。助かった。
引く。止めて相手を釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。回りやがって。巨人の捕獲記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。救援要請か。行くぞ。やる。巨人を排除しなければ死は確保できない。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにオルオか。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。
リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。助かった。昔から変わらないじゃない。あれは飛行手じゃないか。捕獲されに出てきてくれたんだね。巨人のくせになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。犯人はなりたくないかも。まとめて相手してどうした、バケモン。おとなしくして、おとなしくしてない。無事か、お前ら。あ、危なかった。ああ、殺しちゃった。貴
重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、判事分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した、表情を変えた、私に敬意を示すような姿勢をとった。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼ・ラングナーの戦果だ。